広島カープ塾始めます。行きます。ですね、今回は自由契約になったあの小久保選手を特集しようかな。あ、そうですね。じゃあお願いいたします。はい。まあ自由契約になったというよりかは、まあ小久保選手が自分でまあ求めた形なんですけれども。うんうん。まあまず小久保選手、まず多分裏方としての評価が球団かなり高かったのかなと。そうですよね。なんかこう。いかにもフロント入りしそうな選手って感じします。そうですよね。あの実際の一軍での実績の数字上で言うと、もう少し早めの自由契約があったのかなと。ちょっと大卒で入ってますので、プロ野球経験の長さに対しては年齢はいってるわけですよね。そうですね。2年目で今が、35歳ですね。はい、4月12日前、はい、もう、はい、カープの中でベテランですよね。ベテランですね、はい。で、守ってるポジションも、まあ、ショートだったり、まあ、サードだったり、ある程度選手がいるところのポジションがメインでしたので、よほどの評価がないとちょっと危なかったかなと、うん。サード、セカンド、ショートですけど、もともとショートから入ったの？ショートで入ったで、だからその時にまあレギュラー取れそうかどうか一軍で争ってる頃に石井拓郎選手が入ったり、サードだと外国人選手がかなりいました。まあ、ね、なかなかね、あの結果が出る外国人が少なかったせいで小久保選手にもチャンスはありましたけれども、うん、セーギ選手がまあかなり晩年というか後半で不調があったんですよね。ありました。ショートでそのショートの不調の鈴木選手の代わりに小久保選手が守ったりだとか。そうですね、木村翔吾選手をと思っていたんですが、なかなか、うん、だから厳しかったという感じですよね。厳しかった。でサードに行ったら今度外国人がダメでも、まあ、石井拓郎選手もサードにコンバートで入ってくると。で、そうこうしているうちに堂林選手が出てきたり、あとは栗原選手がサードから一塁に戻ったりして、でサードが空いたりしたんですよね、その後。そうですね、まあ、結局岩本選手がファーストに行ってサードに戻ってくる形だったので、なかなかこう球団としてもよほど裏方、まあ、特に2軍の場合はね、いろんな選手がいますので、そういうまとめる力を高く評価していないと、ちょっとここまでホームランバッターではないので、なんかチームでトラブルがあったり、こう例えば堂林選手が骨折したとか前ありましたけどね、はい、そういうところで代わりに、特に左ピッチャーの時に、まあ、サードだったりショートだったり守ったりすると、石田の選手がショート守った時も、まあね、左ピッチャーの時には小久保選手が守るのが、まあ、サードもそうですね、まあ、まあ出てました、はい。あと前田選手、前田智則選手が代打の切り札の時に、まあ、怪我した時に、はい、その前田選手の代わりにこうスタメンだとか、あとは代打に出てくるだとか、まあ、そんな形もありましたよね。あります、ね、スーパーサブっていうか、困った時にいろんなところでどこでもやれるっていう選手。そうですね。なおかつちょっとレギュラー取るのも、そうは言っても一軍定着も8年ぐらいかかって、30になって、だいたい2013年4年ぐらいなので。そうですね、そうですよね。なんとなくこう小柄だということもあるし、内野守れるということもあって、またホームランもそんなに打たないタイプだと、まあ、いかにも足は速い感じかなと思うんですけど、そんな足は速くないんですよね。そうですね、はい。まあ、でもしぶとくて、あとは、キャプテンでしたっけ、何回やってました。あの選手会長をやってましたので。選手会長ですね、はい。フロント側とまあ、選手の間をつなぐ役という感じ。そうですね、はい。まあ、組合とも、ね、労働組合とも選手組合ともつながってますからね。はい、そうですよね、うん。まあ、オーナーから評価される感じですかね。そうですね、実動自体で言えば13、14、15、16、17、18ぐらい、
そうですね。代打ですごくいい結果を出した年がありましたね。すごく代打で打った年が1年。そうですね。2014年とか15年はかなり右の代打としては。そうですよね。機能していましたので。そうですよね。結構代打の切り札としてはね。そうですね。まあ、ここも選手という感じでね。いました。まあ、その時のカープのちょっと打力も弱かったので、そうですね、まあ、使いやすいというか、それだけ打っていただければ、やっぱり代打の一番手にはなりましたけれども、そうですね、背番号、最初12番から始まったんでしたっけ、で12から4ですよね、はい、そうですよね、はい、塾長から見て、どうですか、小久保選手は、今日をもってね、カープを、ラストライフのカープではなくなると。はいいうことでしたけども、二つ道があったと思うんですよね。まあ、今回みたいな、まあ、他球団、残り11球団で、まあ、選手として何か活路を見出す方法と、はい、いうことだと、フロント入りする方法がありますよね。はい。まあ、その場合はカープだと思いますけども。そうです。まあ、その観点から、まあ、塾長から何か意見があるかどうかということと、もう一つだと。少しは、そよぎ選手を見習ってみようと思ったのかなと。ああ、もがきましたよね。ちょうど入れ替えの頃ですから。そうですね。ああ、そうですね。なので、まだ、要は自分で現役を続けると思って、まあ、オファーがなくても、まあ、道が見えるというか、やりようがあるのを、そより選手、同じようなね、あの、まあ、1軍でのレギュラーの数は、出場数は違いますけれども、同じような体格でしたから、そうですね、まあ、右投げ、右打ちという男もね、一緒です、で内野もショート、サードという面では似ていますので、はい、北川というと、流し打ち、センター中心に打つタイプです、まあ、ちょうどね、水本二軍監督がオリックスイギリス領とヘッドコーチでですね、はい、まあ、それもあってかどうか分かる、まあ、それもあってでしょうね。そよぎ栄真元選手がですね、オリックスに打撃コーチで入る、打撃コーチで入ると、ただカープのそのスタッフとして入らなくても、そよぎ選手もね、引退するときに求められましたよね。求められました。はい、でまあいろいろマスコミとかいろんなことをして、あ、その前にはですね、独立リーグでいろいろ活路を見出して、はい、で最終的にオリックスのね、打撃コーチになったと。はい、ちょっと大回りしたかもしれませんけども、そういう道もあるということですよね。そうですね。はい。なので、とりあえずはちょっと満足してみたい。うん、まあ、当然、家族に相談した上で、はい、まあ、家族も、まあ、ある意味は浪人的な、たとえ決まらなくても1年間は、ちょっと猶予をもらったので、ちょっとやってみたいなという気になったのかなと。うん。まあ、ショートって言ったら、去年ですかね、鳥谷選手もまあ似てるといえば似てますよね、そのとね。そうですね、はい。ショートでそうやって、まあ、球団からのフロント入り求められたんですけど、選手としてやらせてくれと言って移動とかいうと、はい、まあ、この前、塾長が、坂本勇人選手のですね、説明シート、石毛選手の話が出ましたね、西武ライオンズの。そうですね、はい。石毛選手もそうでしたね。そうです、あの監督もしくはフロント入りもしくはコーチという話、いろんな選択肢があったはずですけれども、それ断って、で大栄に、ね、大栄に行ったと。うん、まあ、なんとなくショートサンドで南右打ちってのはちょっと続いてる感じがしますけど、続いてる感じはありますけれども、うん、あとこう選手時代のね、選手、まあ、カープの選手としての小久保選手でですね、塾長からこう、なんていうんですかね、うん、イメージというか、意見というか、まあね、カープの選手としては最後でしょうから、なんかコメントありますか。そうですね、もし打力が、3連覇の頃の打力が、小久保選手の時の若い、まあ、要は代打で打ってた頃に、持っていたら、7番とか2番で使われた可能性もあるのかなと。うん、全体的に得点力不足でしたので、はい、今年ですね、はい、はい、そうですよね。あ、塾長が言ってるのは、その3連覇の頃の、ちょっともうその前ですね、その前、連覇する前の点が取れなかった、はい、はい、あ、そうですね、あ、
要は代打でかなり打ってましたから、チャンスであれば要はスタメンでも守れてましたので、チャンスはあったのかなとは思うんですが、ショートサードはそんなにこうスタメンがはっきりしなかったですよね。はっきりはしてないですね。結局田中康介選手が来るまではショートは空いてましたので、現実的には堂林選手が来る前までは栗原選手がやってみたり、そうですね、外国人選手がやってみたりで、一応まあ岩本選手がファーストやっていたり、そうですね、まそれなりにはいたんですが、その後栗原選手もいなくなって、ちょっとそよぎ選手ももう晩年になってというか、まあ、怪我がちになった頃に。ヒューバーでしたっけ、はい、いましたよね。いました。そうですね。はい。まあ、そこら辺もあるんでしょうけど、まあそうですよね。まあやっぱショートパス。そうですね。そこがちょっと巡り合わせみたいなところはあったのかなと。なんかこれ勝負強い打撃でしたからね、7番とか8番ぐらいにいてくれると、つながりが取れたのかなと。じゃあ、プロ野球選手の場合は、これもちろん実力がないとプロ野球にも入れませんけども、じゃあ、実力だけでもなくて、こう、なんていうんですかね、ここぞっていう時というか、まあ、自分の脂が乗った時に、スタメンをがっちり取ってしまわないと、かなりこう後々きつくなってくる。きつくなるってことにはなりますよね。まあ1回か2回ぐらいチャンスはあるんでしょうけどね。そうですね。国防選手も過去を見てみると、うん、まあ2度か3度はありましたよと。菊池選手もいませんでしたし、うん、ショートも空いてましたし、サードも外国人が全員成功したわけではなくて、だいたい途中で獲得して、要は最初の秋の時に取った外国人はダメだから、もう一回途中で外国人を取るっていうケースもかなりカープありましたので、あとでもまあね、ちょっとこう塾長の方からは、まあ、そういったコメントもありますけども、とはいえ、まあ、選手会長もね任されると、誰もがやれる仕事じゃないで、仕事ではないので、これはすごいんじゃないですか、選ばれるっていうことは。やっぱりここら辺がやっぱり小中高大学とずっとキャプテンをやっていて、でやっぱり多分小中高大学を見てもそのずば抜けた数字ではないと思うんですよね。当然プロに入るのでそれなりにずば抜けてはいるんですが、はい、やはりそこら辺でやっぱり経験というか積み重ねたものがプロに入っても活かせたのかなと。やっぱりどうです、このチャンなんですけど、ただ打つとかね、ただ守るとか、ただ走るとか投げるとか、まあ、記録とか、まあ、何千本安打とか、はい、そういった形でそのプロ野球史に名を残してと、はい、走っていったりとかいうパターンもありますけども、そういうのがなくてもですね、ずっとプロ野球界で、まあ、指導者とかフロントとか、まあ、入って、まあ、生きていくというか食べていく方法がいっぱいあるわけですよね、まあ、むしろそっちはよくありますよね、はい、だから年取ってまでやりますから、まあ、うん、どっちもどっちなんでしょうけど、なんかこうやっぱりこうプロ野球界に入るまでの経験とか、入ってから一見こう自分の成績だけを出すためには、重荷になるようなことでもやってみると損しないってこともあるんでしょうね、きっとね。むしろ得だ。あるなとは思いますね。こちらはやっぱりその自分で立ち位置が見えると思うんですよね。そうですよね。確実にもうレギュラー取るのは目指しますよ、はい、それは地道にレギュラー取るために練習もしなきゃいけない。そうじゃないと自由契約のが待ってますので、うん、そうですね、1軍を目指すような練習では多分自由契約が早くなると思うんですね。やっぱり1軍でレギュラーを取るっていう練習をして一軍に残るか残らないかっていう差だと思いますので、そうですね、まあ、この努力を国保選手はずっと怠っていなかったのかなと。その上で裏方の力ですよね、うん、やっぱり選手プロである以上はやっぱり実力がまず第一だと思いますので、 その上で裏方の能力がかなり高かったのでフロント入りを打診されたと思いますので、実際35とか36まで一軍のベンチに入る野手ってそんな多くないですよね。そんな多くはないです、絶対どんどんドラフトで取ってきますので、
とか 15% とかだったんじゃないですか、多分。そうですね、あとはね、ほとんど一軍に出ることもなく辞めていくということが多い。辞めていくことが多いです。特にそう、小久保選手の場合30以降である程度一軍に来ましたので、なかなかねすごいなという、なかなかしっかりしている選手かなとは思いますので、だから逆に言うと今回他球団に行った上でカープに戻るっていうのも手かなとは思いますよね。そうですね。これ残り11球団で小久保選手をが、まあ、行ける可能性というかね、入るかもしれないなって予想とか予測したときに、塾長から見るとどこがありそうですか？現状だとオリックスと、はい、多分楽天なんかはあるのかなと。ああ、なるほど。結局楽天も、まあ、今シーズンかなり補強はしましたけれども、ここ一番の、まあ、勝負の綾の部分でやっぱり勝ててないので、選手はいるけど、なんかピースが埋まってない感じがあるんですよね。うん、ピースっていうのはその内野外野とかそういう右とか左とかっていうのもあるでしょうし、あとは年齢構成とかもあるんでしょうね、きっと。そうですね、そういうこともあります。あとはやっぱり代打の切り札的とか、やっぱりここ一番での、まあ、例えば内野にいて声をかけるタイミングだとかね、チームの状態が悪い時にやっぱり小久保選手みたいな選手ってありがたいと思うので、ベンチにいるだけで。ああ、なるほどなるほど、そうですよね。僕、楽天とカープというのは割合と最近トレード、まあ、下鶴選手とかもそうですしね、福井投手もそうです、はい、なんとなくパイプが太くなりつつある感じはします。ありますね、ありますので、ここはありえるのかなとは思ってるんですね。あと楽天はやっぱり勝ちたいでしょうから、やっぱり3連覇の時にベンチにいて支えてた選手ですから、まあ、なんていうんですかね、親会社のこう業界が近いっていうんですかね、ソフトバンクと楽天と DeNA っていうのはやっぱ似た業界ですから。そうですね、はい、だからやっぱり意識するんでしょうね、どうしても。意識はあると思います。あとオリックスですね、塾長おっしゃった。オリックスですね、はい、やっぱり水本ヘッドコーチとか、そよぎバッティングコーチとか、まあ、このつながりですか。そのつながりと、やっぱり勝ちを知らなくなってきてる選手が多くなってるので、やっぱり先ほど言いましたように3連覇の時にベンチにいましたので。そうなんですよ、この経験はどうにも使えるんですよね、はい、だいぶ弱いですよね、そうですよね、塾長ね、だいぶオリックス今弱いですよね、ここ近年もちょっと勝ててないので、そうですよね。だからその優勝経験がある国王、まあ、優勝経験があるベテランって使い勝手いいですもんね、そういう。そうです。で、国王選手はどこでもできますので、場合によってはね、パリの場合 DH がありますので。そうですね、こう DH でも使えますし、ファーストでも使えますので、オリックスもそうは言っても選手層いるわけではないんですよね。そうですね、なんていうか、まあね、このカープ塾聞いてる方がどこまで他球団、特にパリーグ、特にオリックスを知ってるか言うと分かんないんですけども、なかなか、どうですか、バッターなんかもなかなかこう打撃実決にとかしますしね、名前も。そうですね、似たタイプはいるんですけど、一皮むけてないなっていう選手が多いから欲しいのかなっていう。ですよね、そうなんですよね、うん、優勝経験がある選手って今いるんですかね、オリックスの中で。いや、オリックスの選手だといないでしょうね、もう。でしょうね、ベテランで最後オリックス来てるからたまたまっていうのも。昔は中島が、今ジャイアンツ行ったら。そうですね、はい、いましたけど、今いませんので、多分いないと思いますので。ですよね、パッと浮かばないですよね。選手ではいないと思いますので。そう、大きいですよね、ここ一番、ね。大きいとは思うんですね、もう糸井選手も出てしまいましたので、多分あるとしたら、ピッチャーの増井投手ぐらいだと思いますので。増井ね、そうですね。増井だ、日本ハム時代優勝経験ありますもんね。はい。そうですね。そうですね、麻酔がいましたね。でもピッチャーだけだとなかなかね、やっぱバッターは欲しい。そう、バッターも欲しいと思うんですよね。ですよね、それはそうですよね、なのでここら辺が、もしあれば、ありえるかなとは思っています、
じゃあ塾長の予想としては、まあ、ロッテか、オリックスと。楽天かオリックスですね。あ、ロッテじゃないですね。楽天かオリックスかということですね。はい、はい、わかりました。セリーグはなさそうな感じがするということですね。セリーグはないと思いますね。やはり、やっぱり35って年は年なので、やっぱり上位進出とか今の状況を脱皮したいという状態であるチームかなと思いますので。わかりました。じゃあ塾長としてはあり得るのはオリックスと、そして楽天と。はいはい、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうも、はい、失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。